ちょっといつもより静かな曲から始まり、そして静かに終わろうと思っております。でもそんな時に限ってお客さんは立ってくれるんでしょうね。それがすごく楽しみでしょうがないです。今のは、ルナシーっていうバンドの曲をちょっとカバーしまして、今日は、珍しくカバーを3曲、ルナシーとボンジョビをあと2曲やって、であとは僕らの曲を、次の曲はずっとという曲なんですけど、真面目やね。ね、ちょっとやりたいな、ちょっと静かな感じで今日は大人の音楽をやってみたいなと思ってます。
ハードロックのバンドをやってまして、これがめちゃめちゃ有名なんですけどね、僕らも、あの地元の2、3人にね、これがね、ね、チラチラ笑ってくれてます、ね、ありがとうございます今日はね、ちょっとあのやっぱりチキンジョージですから、今まであのうるさい曲でガンガン首振って前の人がね、汗が飛んでくるって言ってね、もうやっぱりあの女王空いてますわ、前がね、あのガンガン飛んできますからね、昔 の、 あの中2の時の英語の先生みたいなゴーって飛んできたもんね、あれあのぐらいね、もうかなりの汗が飛んできたんで、ね、あのご迷惑をおかけしました。今日はねちょっと静かに行こうかなと思ってます。次はボジョビの曲、ちょっとね英語なんですよ。あのこの会場の中でね、英語分かる方ちょっと足上げてもらえますか。手上げてもらえます。あのね、出て行ってもらえますかやっぱりね、英語、僕らね、あの英語、この人はね、あの英語習ってないとか言い出しますからね、あの一応ね、英語も習ってるんですけど、ちょっとね、単語をあんまり詳しくね、あの聞かれるとちょっときついので、あの なんかこう、ニュアンスでね、あのやってますんで、なんて言ってたんですかとか言われてもね、まあ、所詮カバーですからね。あの困るんですけど、ちょっと挑戦、初の、 あの挑戦ということでちょっとやらせてもらいます。じゃあ、もう準備の
チラシとねバッジをねこの前ビビッドルージュのバッジを作りまして、大阪でこの前ね4月の28日の大阪でやってきましてあのバッジができたのでバッジをバレで巻いてきたんですけども、全然減らなかったんですよね。だからあのわしづかみあのアメちゃんあるじゃないですか、こう握ってあの取るやつあるやん、あのちっちゃい袋のやつな、それあんなんじゃなくてもう一人一個あのかっこいいんですほんまに。これでございます、はい、まだか拍手が来ると思わなかった。そっちもできれば拍手してもらってもいいですよこっちも拍手してもらっていいですよ。これかっこいいでしょ、ね、これね、いいでしょ普段はね
あのライブに来てくれた方に、まあ何やか、いつも怒るんですよ。あのいつもね来てくれた方にね、あのドリンク何回来たらドリンクとかね、結構ねあのライブをやってまして、あのチラシ最後にね CD もね無料配布してます。あのジャケットもねあの安っぽいやつですけどもですね、あの Windows でやってますんでね一応ねあのまあ一生懸命レコーディングして、まあ火をかけてね、あの仕事してますんでね僕ら、まあ、仕事してないとおかしいまでやからね、仕事もしながらねこうやってバンド活動もやってまして、まあ大体月に1回ぐらいですか、まあ多い時は2回でね、この人がたまに3回入れる時もあるんですけどね、まあそのためにちょっと頑張ってねあのやってます。でこういうやっぱりねチキンジョージはね本当にね、もう今日はずっと緊張してました。うん、前回は緊張せへんかったけどね、今回はね、なんかね、なんか緊張したんですよね、すごく。本当にね、こういうバラードばっかりっていうのはあんまり慣れてなくて、ずっともうこう首振ったりね、ヘビメタですわ、いわば嫌いなんですけどね、僕もヘビメタとかまあ今日はちょっとおとなしくしていただいておりますので、ね、皆さんもせめて、まあ、手拍子するとこないと思いますけどもですね、あのできれば、ね、あのあんまりね、もうこっちが入ってても手拍子されて鬱陶しいからねじゃあ次は、次でもう最後です。あっという間に、はい、もうそんなんいいです、はい、あの最後にちょっとうちのCD にもありますけど、ラストソングという本当にあの僕らの最後のトリオ、最後ちゃうけどね、この後も最後にかっこいいバンドさんがもう出ます。それで尊敬する僕の尊敬する松岡さんも出るんで、もう本当に今日は楽しくて最後です。みんなどうもありがとう。